わかりにくそうなんだけど、ポイントはこの2つでございました。おっかけにクレッシェンドー。はい、今回は音楽家も最大30万円の経産省の一時支援金もいよいよ大詰めですね。申請画面でここわかんないでしょーというポイントをお話ししたいと思いますね。経産省の一時支援金がもう本当に、ね、いよいよ今月いっぱいでございます。5月31日までに、まあアカウント作ってもらって、そして延長申請してもらえば2週間ぐらい申請自体は延長ということにはなってますが、はいね、申請で分かりにくいところがありますよね。はい、たくさん質問相談来ております。めっちゃ質問もらったところを2つ今日はお話ししていきたいと思いますね。で、今日のお話ししてる内容なんですけど、音楽のラインアットっていうところに登録していただくと、こちらの方でですね、レジュメ PDF をプレゼントしております。そして、栗原がその音楽のラインアットの質問とか相談にね、直接お答えすることになっておりますので、まあ、この下の方にちょっとリンクがあるんですが、それはちょっと、動画の最後の方でね、もうちょっとだけ詳しく説明したいと思いますが、お急ぎの方はそちらの方を登録してください。さあ、そういうわけで、本編入ってきまーす。こちらですね、締め切りも迫る中、ね、締め切り迫る中、申請画面の分かりにくいと、ここがね、もう本当に、ね、びっくりするぐらい同じところが、ここ分かんないっていう風に来ております。ね、質問や相談が多くなっております。というわけです、今日はその中からこの2つお話しします。1つ目は、日本産業分類の業種が分かんないどこなんだよっていうね、ここはもう本当にズバリ。そして、月別の入力はどこまでやるのか分かんないって。ね、ここになんですけど、ここはまあちょっとね、ちょっと詳しめに話したいと思います。まず一つ目、日本産業分類の業種っていうのは、これ何のことかというと、ここですね、これ画面。これ申請画面ですよ。申請画面、ちょっと薄くて見えないから、ごめんね。申請した人は分かると思います。これが何だか分かんないっていうか、ここで、かからなかったってことはもう今日の動画はへーって見といてください。ね、業種日本産業分類って大分類、中分類、小分類ってところ必須ってなってるんです。あそこかーって、あそこです。あそこね。あそこ。あそこのところなんですけども、ここのところ何を入れたらいいか分かんないっていうところで、ここでです。で、ここにはですね、こんな感じで入れといていただければいいと思います。で、もしもう今日動画見てるけど、いや私違うので、なんか申請しちゃった。全然大丈夫です。ここ、おそらくですね、アンケートみたいなところになると思います。ここでその他とか選んでいただいても全然給付には問題ないと思いますので、ただこれからね、やるっていう方はまあ参考にしてください。で、音楽家、演奏家の方の場合には、まあ大分類、中分類、小分類は、学術研究専門技術サービス業の専門サービス業、他に分類されないものってところを選んでいただいて、そして著述芸術家業。はい。芸術家業の方ですかね。はい。こちらの方で言っていただければと思いますし、私は音楽教室の先生なのよ、レッスンなのよ、という方は、教育学習支援業。ね、かっこいいですね。そして中分類、その他の教育学習支援業。そして小分類では、教養技能教授業。こんな感じでやっていただければというふうに思います。はい。サクッとお答えしました。次、二つ目いきまーす。こちらです。この画面っていうのが、これ、全然見えなくていいですよ。これ何かっていうと、2019年1月から2021年3月まで売上をちまちまって入れていくところなんです。はい。でね、ここなんですけれども、ここをちょっとですね、この辺です。この辺をちょっとね、ピックアップしてみました。ここに記載が任意となる場合、つまり省略しても、こういう人の場合は、ここ省略してもいいよってポイントがありますので、その中で非常に多かった質問のところをピックアップしていきます。こちらです。まずは、対象月が2021年の1月とか2月とか3月の中からどこから1個選ぶじゃないですか。で、1月とか2月の人だったら、その後、つまり1月を選んだ人は2と3は省略していいよって。2月選んだんだったら、3は省略していいよって。3月選んだんだったら、1、2、3全部書いてねと。こういうことになってます。ね。場所で言うと、この辺です。さっきの画面の、出てねえや。この画面の下、この辺にある。下の方にあるんですけど、ここです。右の方ですね。2021年123っていうところがあります。だからここは、1月だけ入れる人。対象月が1月の人は1月だけ入れますね。で、2月の人は1、2って入れますね。3月の人は1、2、3全部入れると。こんな感じで入れるとか省略できるっていうところを考えてみてください。そしてもう一つのポイント。この人がすごく多かったと思います。ここの質問すごい多かったです。白色申告の人はいますね。そして青色申告なんだけど、月別の売上を使う、だから1月同士、2月同士、3月同士の売上じゃなくて、青色申告の月別を使わない人って言いますよね。だから白色扱いで行く人、12分の1の人ですよ。12分の1。年間売上の12分の1のこの金額と1月、2月、3月を比較して 50% 以下ってなってるって、こういう人の場合は、
2020年12月以前の入力、つまり2019年と2020年の売り上げは一切入れなくても大丈夫ですよって、その数字ほら使わないからっていうことになっておりますね。はい、こちらでございますね。はい、ここらでございます。ここらね、2019年1月、2019年2月3月この下にブワーって4、5、6、12まで続くんですけど、そしてその隣に2020年1月2月3月っていう風にここがなんかブワーって続いていくと、だからこの辺のところですね、この辺のところの、ポイントがポイントというか、ごめんなさい、 この辺のところは省略していいよとね、いうことになります。で、青色申告の人だと逆にこの辺にこう全部入れとかないと、1月同士の比較っていうのが向こうのね経産省の見た人が、あ、2021年の1月がいくらで2020年1月のピンポイントで比較だからここ入れとかないと困るんですけど、白色申告の場合はここ入れなくても年収が入ってるからその12分の1ということでいけますので、まあここのところは省略できるよということになりますね。申請画面なんだけれども、わかりにくそうなんだけど、ポイントはこの2つでございましたね。はい、こんな感じです。はい、やってみてくださいね。もう本当にもうちょっとですけどね、もう本当にいよいよ大詰めでございます。まだ住んでない方やってみようかなって方ね、まだいらっしゃると思いますよ。はい、でもうこういう方はなんならまずは5月31日までにアカウント作成と、それからマイページからの延長申請、これだけはもうやっておければなというふうに、これで一旦ね、2週間延長申請、そこまであと2週間ね、猶予ができますのでね。そしてたくさんのチャレンジ済みの音楽家さん周りにいると思いますね。こういった方のようにあなたもぜひチャレンジしてみてください。で、結構ね、人によって30万円もらえたりするので、すごく大きいかなというふうに思いますし、それから将来ですね、これ多分コロナの補助金申請とか、それから助成金申請、給付金申請、まだまだ続くんじゃないかと思いますので、こういう経験をどんどん積んでいってクレッシェンド力を上げていっていただければと思います。あなたのお金のクレッシェンド力ね、これを信じてぜひ一緒にやっていければなというふうに思います。はい、というわけで最後にこのお知らせですね。この動画ね、パワーポイントでレジュメ PDF を音楽のラインアットでお渡ししております。音楽のラインアットっていうのはね、この下の方にリンクが貼ってあったり、それからアカウント名書いてあったりしますので、こちらの方からクリさんってなんとかたどり着いてね、そしてレジュメちょうだいと言っていただければ、過去の動画のほぼほぼ全てが入っております、Google ドライブのリンクですね、こちらの方をお渡ししております。そしてこの同じ、音楽のラインアウトでですね、質問とか相談ができます。栗原に直接できます。今のところにはなりますが、この目で全部見て、この手で全部チャットでお返ししております。ただし一人でやっておりますので、たまにですが、過去2週間ぐらいお待ちしちゃったことある。今ですね4日待ちぐらいです。はい、その辺でやっておりますので、ね、ぜひちょっとお待たせしちゃうけどそれでもいいよっていう方は遠慮なく質問相談をお寄せください。そして最後にごめん、2つちょっとお願いしていい、いつもお願いでごめんね。はい、チャンネル登録っていうのがねすごく嬉しいんですね。この辺にチャンネル登録まだお済みでないけど、おー、それピッとか押しといてね、ワンクリックです、よろしくお願いします。そしてついでにと言ってはなんですが、この下の方に高評価グッドボタンっていうのがあると思いますので、こちらの方もピッとか、はあ、それです。はい、ありがとうございます。やっといていただけても本当に嬉しいですね。はい、というわけでまた他の動画でお会いしましょう。